からすごいんですけど、はい、N さんから N さんありがとうございます、ワンダと巨像をやっています、はい、Y さんからところでこの番組用広告費用6000ポイント超えました。U さんから、はい、めでたくハッピーターン購入資金がなくなり、はあ、P さんからうまい棒生活真っ只中です。ね、どういうことどういうこと。O さんからということで、ハッピーターン一つ恵んでいただきたいと。いや、いくらでもいい、いくらでも送るけど、それわざわざそんなんで広告するからハッピーターンが食えなくなるんでしょ。でこれは多分合計して考えるとニュッポさんという方からじゃないのかと。え、どういうこと。いや、全部名前を変えてらっしゃるんじゃないですかね。 NYUPO を読むとニュッポってなるんで。そんな手間なことしてんの。そして1,2,3,4,5で200ポイントいただいてるんで、全部で1000ポイントニュポさんから。何してんの。え、もう何なんかな、思い残すことはないの。いや、もう阿佐ヶ谷来てくださいよ。ハッピーターンなんてもう買ってきますから。いや、そうそうそう、全然すごい、コンビニ行って買うやん。はい、ローソン近くにあったの見つけたんで。な、よっしゃ、来て見つけた。そして現在発行中さんから、あ、久々来たので改めて現状説明よろです。もう、もう一回。あとワンダと巨像やってます。やってますよ。ほら、二度とサーブを上げれないぞ元子。一緒に成田へ帰ろう。あ、元子がそんなに男の人と付き合いたかっただなんて。おお、元子が沈んでいく。元子が東京湾に沈んでいく。おお、元子の気持ちが。元子一緒に。うわー、おお、元子、お前はこんなにも苦しんでたんだね。今度伊丹空港のすぐ下でボーイングを一緒に眺めよう。パタリ。セーブしますか。はい。いやー、また元子をね、成仏させましたよ。5人目の。はい。そうですね。上書きしますか。はい。滞空時間の長い、まさに現役が彷彿させられる元子さんでしたね。やっぱりね、ジャンプしたらね、3秒ぐらい降りてこいもんね。イメージですよ。イメージですよ。もちろんこういうスポーツされてるわけじゃないで。ないですからね。どういうスポーツか今のじゃわからないと思いますし。お、今までの元子に囲まれてるよ。空の女王と呼ばれた時代の元子。女王でしたね。おー、パリー。いやー、来ましたよ。来ましたね。流れさん、今日も元子、はい、倒してしまいました。いや、こうやって成仏していくわけですよ。悲しい気持ちがどんどん蓄積されていってます ね、平井さんの中に。いやー、元子の気持ちをね、ひしひし感じますよ。待ち合わせ場所になってしまう元子とかね。ありましたよね、今までね。うん、おお、次の相手は、おお、大男って言ってますから。完全に差別的な用語で喋られてますよ。いや、そんなことないです。区別区別。破壊を好み、知恵を持つ。おお、面白いですね。平井と元子、面白い。いや、成敗。成敗。いやー、いいっすね。ありがとうございました。え、今何時ですか。9時15分っす。お、普段ならこの辺りからスタートしてますもんね。そうですね。いや、今日もたくさんの方が見ていただいております。ありがとうございます。ひだひだい。来てますね。来てますね。 GTA やろう。でも開始1時間経ったんですけど、は、誰も来てくれないです。いや、やっぱりね、遠いんですよ。でも中野とかありましたよ。もう一回聞こう。今こっち向かってるかどうか。今こういう状況ですからね、今。そうですね。はい。ね、僕の言った通りでしょ。みんなね、忙しいんです。
そうっすね、今からアナ使っていくっていう阿佐ヶ谷でやっております。そうっす、阿佐ヶ谷アニメストリートのゲームライフさんで今日は配信をさせていただいております。いや次回行きますって次回やるとかまだ決まってないですからね。いや、やっぱりね、お店の方に迷惑かけたくないとは思ってましたよ。はい、すいませんみたいな、すいませんね今日の配信あんなに人が集まっちゃってっていう言葉は用意してますお店の方を今パッと見たら、まあこんな感じで1時間終わるのかなみたいなやっぱほら言ってもね芸人さんでしょみたいなところもあるかな。はい、そういうほらこっちもサプライズ的な、阿佐ヶ谷にこんなに人集まっちゃった、そうですね、怒られましたみたいな、そういうの欲しい。そういう伝説作って帰りたいですよね。そうね、でもあとほら45分あるから。そうっすよ、即座にあれは違うあの人は違う、どうもあの人は違う、配信見てきた人じゃない、違うか、違う、行ったえ行っちゃった。はい、ふかふかと挨拶だけして、タピオカ屋さんの店長さん。あ、あーなるほどね。はー、ちょっと違いました。そうかそうか、うん、しょうがないしょうがない、うんうんうん、これちょ、まあね、これちょっとやめよう、これね一回ほらワンダやめようね、うん、よしよしよし、こっちやろうこっちやろうね、ねえ、よし、うん、漫画家と無職なんて見たくないしタッピー岡田って書いてあるんだけど、どういう意味タピオカやから、タピオカあだ名がもう勝手にタッピー岡田になってたけど、気まずいな。すごいですね、ハロー平井さん、誰か来てほしい、うん、ポカリスのもうこのままゼロでいてほしい。いや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 、ポカリスのもが今日全然飲んでないわ。マジですか、うん、めっちゃ飲んじゃってますよ。ほんま、なんでやろう、はい、ああ誰も来てくれないときはポカリス、ありがとうございます、大塚さんいただいております。今日もいないな、人がいないですね。まああの放送、え、放送総合の打ち上げから参加するわ。そんなのないよ今日原田くんは帰りだそうだではあのスーツケースにパソコンしまわないといけないですからね、終わったらね。はい、なるほどね。でそれを持っていかなあかん、スタジオに。そうですよ、我がスタジオに都内に住んでるけど東の方行った方がいい。ホルモンかよくご存知、ゲームしろゲームしろ。なるほど、ここは阿佐ヶ谷アニメストリートでございます。はい、開始1時間20分ぐらい経ちましたけど、我々スーパーピコピコクラブという、うん、ゲームニコ生ゲーム実況配信をやっております。はい、やっております。さっきまでウォッチドッグスと、そうですね、ワンダと巨像とやっております、2つのゲームやってきまして、ついに3つ目のゲームですよ。うん、はい、あと8月3日に、はい、大阪道頓堀角座で、大きな画面でゲームを使用イベント、スーパーピコピコクラブインスーパーピコピコクラブイン道頓堀をやります。スーパーペコペコクラブそこ噛みましたかっていうとこ噛みましたよね今。いやもうすっごいピコ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 スーパーピコピコクラブいや1年やっておりますけれども名前覚えてと言いにくい、スーピコで、スーペコペコとかが言いやすい。スーピコピコがピーが難しいの、ペーが言いやすい。スーペコねとか、スーペキョ、スーペキョが言いやすいね。スーペキョ、うん、スーペキョはえ、これそのままハッシュタグとかになっちゃったらどうするんですか、平井さん。いやそれは勘弁してほしいね、何が何か分からない。ペコペコクラブじゃお腹が減る。
スーパーペコペコクラブスーペコでよくね今後勝手な提案ありがとうございます。でもね、ラライダーかなり増えましたよね。そうっすよね。うん、クルー今募集し始めて今なんかかなりいるんですよね。もともとなんかやった日に50人ぐらい一気にやってくれた、登録してくれたっすよね。うん、皆さん YouTube も登録していただいていいんですよ。そうですね、僕らYouTube で番組配信というかこのアーカイブを配信しておりますので、うん、ぜひそちらも見ていただければと思います。はい、あと僕のツイッターフォローしてもいいんですよ。恥ずかしがらずに。ちなみに2万は超えたんですか？超えてない。あと、はい、あと何十とかちゃうかな、そんな感じだったと思うよ。いやこれなんで2万の話してるかっていうと、先々週に平井さんのフォロワー数が1万9000いくつでしたっけ、900何十みたいな話で、その次の週に話したらまだ2万超えてないと。そう、全然超えてなかったね。で今週ですよ、え、1万9942ちょっとずつ増えております。すごい、もうちょっとですよ。微増してます。アカウント出せばいいじゃんと。なるほどね、やります。原田君出してもらえる？これでほら急に増えるかもしんないじゃん、ツイッターの。でも原田さん今苦笑いしてましたよ、完全に。マジで。出すんかいみたいな。買うか。お金出して買うか。急に平井さんのフォロワーが10万ぐらいいってるんですよね。そう俺も買うか、あれ。よく見たらなんかロボットっぽいのとか。そう、ほぼロボやからね。フォローしかいない感じのアカウントばっかりついてるんですよね、卵みたいな。そうですよ、そうですよ。ほら何見てんだこら、ほら、おいらお前、何見てんだこら、お前。クルーが 93? もうすぐ2万、めちゃうちゃ、2万じゃないや、もうすぐ100人ですね。いやもうみんなね、多分同じ格好してるんでね。ほらもう来てる。もう来てるやん、ほらもう。すげえ赤いマフラー。頭何ついてんのあれ。なんかついてるよ、頭に。ほらもう、これみんなハッシュタグつけてさ、画像送ってくれへん？あ、そうっすよね。なんか いつも放送終わった後にラライダーのツイートは見てんすよね、うん、そう、ほらもうヘリでやってきてるやん。俺もマフラー買わんとね。そうっすよ、うん。平井さんより砂川さんフォローした。なんだと。おはようございます。なに？クルーのところに写真アップできる。あ、クルーのところには写真をアップできる、そんな機能あったんですね。なるほど。あれ僕じゃあ終わるたびにラライダーとかで検索かけてるの意味なかった。わわわわ、何これ、何これ、え、何これ、ちょ、何それ今の。なんか出たよ今。誰出したん今。え、今のなんすか。アメザリ平井のツイッターはここ。なんか花火も出たし。おお、来た来た来た。え、ちょっと待って、みんな乗り物めっちゃおもろいやん。どないなってんのみんなの乗り物。ちょっとこのタンクも掘れるわー。ラーってこっちからなんや。でこの車もすごいな、これ何これ。